てる。人類の反撃はこれからだ。巨人を町に侵入させてたまるか。この時のために訓練してきたんだ。成果を見せてやる。奴を討伐するぞ。立体軌道で背後に回ってうなじを削ぐんだ。まず手足を落として動きを止めた方がいいな。やった、訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。薬を使って手当てしろ。突撃だ。一気に行け。相手は巨人なんだぞ、気をつけろよ。次から次へと入ってきやがって。一匹残らず駆逐してやる。大丈夫か？こっからは俺も戦うからな。私も行きますよ。きっとみんなで戦えばなんとかなります。俺たちで巨人の注意を引く。その隙にお前がうなじを狙え。俺たちでもなんとかなった。勝てる。人類は巨人に勝てるんだ。ヘレ、これ以上は限界だ。もっと巨人が来たら全滅しちまうぞ。あなたも大丈夫ですか？無理しないで撤退しましょう。いや、まだもう一匹いる。なんだ、なんだ。目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。やってやるぞ。
戒してるみたい。奴の向きに注意して。危なかったら一旦距離を取ろうぜ。あんなの余裕ぞ。おい、あいつなんかヤバそうな雰囲気だぞ。あの様子危険ですよ。こいつさっきより手強い。よし、みんなでエレンを助けに行くぞ。待ってください、巨人が近づいてき。行ってやろう。コニー任せていいな。あの巨人さっきのより強そうだ。みんな注意して。分かった。任せました。タツの様子を見て一気に背後に回るんだ。いい動きだったぜ。本物の巨人相手にお前すごいな。なんとか討伐できた。見ろ、エレンのやつ一人で超大型巨人と戦ってるぞ。鎧取った。巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ、俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。